ようこそ列車の皆さん。私を。負けてたまるか。何よ。くらえ、最強剣雲。こうしてよ。期待しちゃってます。お客様を裏切れと追加料金ですよ。ボコボコにするよ。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。まほんの気持ちよ、気にしないで。おやすみ、私が守る。思い知らせてあげる。よそ見はダメ。準備はいい？やっ、怖くない？チャンスだよ。ボコボコにするよ。助かった。ありがとう。新しい商売ですか。はい。一緒にどう？顔はなしですよ。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。あら。大丈夫。ほんの気持ちよ、気にしないで。借りができましたね。帰ってみよう。焦らないで。ちゃんと立てる。悪い子ね。おやすみ。行かない。ランス、戦闘準備。よそ見はダメ。何よ。準備はいい？お薬の時間よ。めっちゃいい人。一緒にどう？足元に気をつけ。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。間に合う。ほんの気持ちよ、気にしないで。借りができましたね。お注射の時間よ。ボコボコにするよ。期待しちゃってます。お客様を裏切れと追加料金ですよ。くらえ、魔法を捨てよ。これなら遠慮不要だね。帰ってよ。私が守る。悪い子ね。おやすみ。やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言、これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。
いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は泉州六音が一人、大牧師の大牧不言、遠方より訪れし客人を美酒で迎えたくはあるけれど、天、地、人三元がそのくらいにあらず、遺憾にも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるかわかる？私の話し方に文句があるのなら直接言っていただけるか。俺たちは軽元将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大牧殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければ。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。ほらご覧なさい。性格ハンターを捕らえたら大牧師が後の審問に取り掛かることになっているでしょ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。わかった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。木に望み変に大塚。いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？性格ハンターってずる賢いからまた逃げられるかもよ。この私がいる限りどこにも逃げられはしないわ。それに性格ハンターの口を開けて自白させる方法は大牧師でのみ力を発揮するの。時間ね。行くとしましょう。さあこちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもり。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、長楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。ふっ。蛇甘の間、河沼に満ち引きあり、船の進みが固くなり泥に足を取ら。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。はいはい、どうせうちは素人ですよ。あんたは玄人みたいだし説明してみてくれる？念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは性格で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのよ。そうですね、不言様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？不言が休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。もちろん犯人は私が連れていく。これは軽減の指示でもあるの。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。
一攫千金。たとえ同点が崩れようと、約束は守らなければ。まあ、同点が崩れる可能性なんて、犯人の口を割るには、特殊な手段を使う必要があるの。その手段は、大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただ、これだけは約束する。お前たちが来るまでは、決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、長楽殿の広場で、お前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第、その者に大牧師まで案内させるから。もうしばらく待っていてくれないか。わかったよ。信じるから。また人を怒らせちゃったみたい。へえ、彼女の肩を持つんだ。うちはただ約束を破るんじゃないかって。あまり気にするな。フゲンさんは道理を心得た人のようだし、怒ってはいないはずだ。そうかな、冷たい人に思えたけど。そっか、そういう人苦手なんだよね。さあ、無駄話はここまでにしよう。大牧師の準備にも時間がかかるだろうし、この辺りを少し散策してみないか。イエーイ。さっき乗った星座も面白かったし、きっと長楽天にも面白いものがたくさんあるよね。あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？みんな下がれ。これを飲ませて奴を横たわらせるんじゃ。つまり奴らを横たわらせるんじゃ。ようやくおとなしく寝る気になったよ。そこの小アッパと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと礼を言う。物理麻酔、うちらそんなことしたっけ？そうじゃ。まあ、おかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子、どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。さては、わしが幼く見えるゆえ、子供じゃと勘違いしておるな。ここは青州じゃぞ。よその小娘が見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえ、パパもママも不要じゃ。わしは転生した時から医学の道に専念してきた。探偵師の医師免許を持つれっきとした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、
ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。主ら、用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから出歩かないわけにはいかない。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたらわしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に薬代も8割に。この泉州ラフでわしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。抜け出す時にもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった、無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。幼児ちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。最善は尽くしたけど。情けない、医者が弱音を吐くなんて。じゃあどうすればいいっていうの。探偵師の動転につながる航路はなくなった。私たち外勤の医者が持ってる薬品と器具だけ。そもそもこれは医学書に書かれているような病気じゃない。魔音の身に落ちる前兆よ。診療録によればこの人は200歳で運気群に入ったばかりよ。それなのに魔音の身に落ちるわけがないでしょ。このままじゃ中央市の半眼たちの出番になるわね。魔音の実の症状を見るのは生まれて初。寿命族の竜女様も来ていると聞いたわ。皆様どうか落ち着いてください。体調が優れない方はなお皆様にはタンパク米一袋と。では玉長の腕輪で登録を。分かりました。大牧師の球技に問題が。一部の牧者と管制士が同点から。もしかしてあそこにお知り合いで。疲れているとは認めたくありませんが。
邪水に感染した運気軍が。そう怖がる必要。至高市総務部からの通達に。あの、何かお手伝い。では、玉長。弱り目にたたり目だな。失礼した。すまないが、先週に少々特殊な状況が発生した。安全のためにどうか外出は。不当が解放されていれば。ところで、俺の友人に精査の通行証を持っている奴がいるんだが。本当に気品だったとは。そんな時は来ないかもしれないが、俺の力が必要になったらいつでも会いに来て。そこの嬢ちゃん、待ってくれ。長楽天の民と龍女様を助けてくれて本当にありがとうな。忘れたのか。魔音の実を沈めた勇士、俺は目に焼き付けた。千白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するためによそから客人を招いたってな。見たところ、お前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲市の関河まで来てくれないか。長楽天について話したい子。困りごとなら そうだ、忘れるところだった。よく来てくれたな、嬢ちゃん。軽減将軍の客人が俺たちのよ。前に長楽天広場で龍女様を助けてくれたこと、手配が行き届かなかった地甲市の仲間を代表して礼を言わせて。知っての通り、性格の災いが訪れて以来、魔音の実の凶病が蔓延している。魔音の実は先週人がキーしてきた宿命で、獣王子の監視があれば本来こんなに頻繁に現れるものではないんだ。だが今は多くの人が、特に運気軍のようにストレスや危険にさらされている人たちが魔音の実に落ち始めている。それに彼らは外見まで恐ろしい化け物に変化した。こんなの俺の知っている魔音の実じゃない。その程度のことでお前の手を煩わせるつもりはない。魔音の実を抑える計画なら、お前は強いから将軍様の依頼を受けて性格を追う中で、きっと魔音の実とも戦ったことがあるだろう。どんなに小さな手がかりでもいい。見つけたら地甲市に知らせてくれ。そうすれば俺や同僚たちがすぐに対応できるし。ああ、そうだ、ここに来るまでに何か見つけたものはあるか。俺が見つけた手紙、正直に言って俺ではこの問題にどう対処すればいいのかわからない。これは地甲市の管轄を超えている。だから将軍様がいる新作府に連絡したんだ。この人は、いや、この方は聖族さん、軽減将軍の作市長だ。この手紙については彼女が説明した方がいいと思ってきて。
なたが魔音の実から入手した手紙は読ま、雲気軍が性格の所在を調査する間、私も将軍様の命を受けて魔音の実に関することを調べてるの。あなたのおかげでようやく手がかりがつかめた。外の人から見ればこれは長らく病気だった人が回復したことを報告する手紙に過ぎない。でも書いてあることは不赦重悪の禁律を犯していて大逆無道だと言える。そう、慈悲なる薬王、法を守る同盟の民ならこんな警鐘は絶対に口にしない。だってこれは先秋人の大敵、私たちが儒家の王と呼ぶ北条のアイオン薬師のことだから。この手紙を書いた人はおそらくあなたが倒した魔音の実だろうね。彼は誰かに惑わされ病を治療するという名目で毒を盛られ、あなたが見た姿になったんだと思う。こういう振る舞いは泉州で数千年前に壊滅した組織薬王秘伝を思い出させる。近畿である丹方を掘り起こし、いわゆる先導の秘密を復興させることを志として、とっくに滅びたはずの組織が今さら復活して混乱を招くなんて思わなかった。取り返しのつかないことになる前にこの組織の現状を徹底的に調べないと。もし他にも薬王秘伝に関係がありそうな手がかりを見つけたら新作府に来て私に渡してほしいんだ。新作府は今一次資料を必要としているの。安心して、新作府は貢献してくれた人をないがしろにしたり、最近の報告によれば彼らは目下の混乱に乗じて長楽天一帯で種族の民を惑わしているらしいの。そこから始めてみるのはどうか。実は数ヶ月前に調査人員を偵察に向かわせて少しなら情報が得られたんだけど、向こうも疑り深いみたいで偵察に行った人と連絡が取れなくなったの。もしかしたらあなたはラフで顔を知られてないし種族の民でもある。あなたに任せることができたら私も安心なの。困りごとなら地甲子に解決してもらえばいいじゃない。